はい、どうも沖縄の好きです。やっとドラゴンクエスト8までたどり着いた。きつかった。9はどっか行っちゃってる。カートリッジが見つからないんで、まあ9はまたいつか手に入れたらいいな。そして10は、はい、これ発売がですね、プレステ4版が8月十何日だったかな。なので、10の紹介もそのぐらいになりますんで、まあ今のところやっているドラクエ1から8までの紹介シリーズ、やっとこれがラスト。はい。というわけで、行こうと思います。これもね、すごいハマったんだよな。うん、ハマった割に、結構覚えていない。なので、一応これ DS 版も、これもカートリッジなくしたのかな。ちょっと探してみますけれども、DS 版もどっかにあるはずなんで、もう一回ね、ちゃんと見つけてやっていきたいと思っております。非常にやりたいドラクエシリーズの中の、なんだろう、トップじゃないかなと思うくらいの、好きなシリーズでしたね。さて、これ声が入ってればもっと良、ね、かったかな。まあいいや。けど声がなければないで、まあ、どうなんだろう。みんなどっちがいいんだろう。あった方がいいのかない方がいいのか。あったらあったら変な感じだし、なければなんか寂しいしっていう感じのシリーズだったな。少年ヤンガスっていうのもあったっすね。あれも確か持ってたような気がする。まあこの二人は気が合わなかったようでございます。さて姫はどこ行った？あれ？この辺り全然覚えてないな。確か。いきなり敵かい。さあ、行こう。イメージ的には天もこんな感じになるのかな。どうなんだろうな。どうなんでしょう。まあとにかく楽しみだわ。本当どれをやろう。天が出てくるまでの間に悩むとこだな。あの煙なんだっけ。あ、いや、なんか覚えてる。そうだそうだ。こうやってずっとやっていくと、やっぱりこうやって、進化している分、
なんか、うん、こういうムービーのシーンが多くなって、なんか、うん、なんだろう、なんか変な感じもしますねけれど8好きだったな。この後ね、確かにそのレベル5さんから出た、なんか同じような感じの、あの SF の RPG も、なんだっけ、名前思い出せない、あれも結構ハマってやった。うん、なんか懐かしいね、本当に。うん。こんな感じだったね。よし、まあなんとなく思い出してきたっていう感じですうん、よし、ただこっから先までずっとやっていくと、まあ、どんどん時間がかかってしまいそうなので、ドラゴンクエスト8の紹介はこんなところで一旦終わりにしておきます。ドラクエ11が終わって余裕が出てきたらね、やっていくことになるかと思いますんで、お楽しみに。というわけで、まあ、今回この辺で、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。